再突入カプセル担当の吉原です。カプセルは小惑星から採取されたサンプルを機体内に格納し、地球近傍に戻ってきたハヤブサ2から分離、再突入中の厳しい熱環境に耐えて地球に帰還します。ハヤブサ2では初号機の設計を受け継ぎながら、信頼性の向上や新しい機能の追加など数々の配慮を図ってきました。カプセルがバトンを受け取るのはハヤブサ2の長い航海の最後になりますが、貴重なサンプルを確実に我々の元に届けてくれるものと信じています。応援よろしくお願いします。